はい、どうもこんにちは、浜ちゃんでーす。よろしくお願いします。今日はメルカリで僕が買ったカメラを紹介していきたいと思います。1年ぐらい前からポツポツね、なんか気になったカメラをメルカリで買っていてですね、決してメルカリでカメラを買うことを僕推奨しているわけではないんですが、なんか気になっているカメラとか、あとは、まあ、昔憧れて、当時は、まあ、高くて買えなかったカメラとか、そういったものをですね、メルカリで見つけては、あ、お買い得やんと思って、ポツポツとね、買い揃えていった形になっております。僕が買ってるのは、全部フィルムのカメラになるんですが、フィルムのカメラで、買ったはいいけど、まだテストしてないものとか、まあ、まだちょっとあるんですけど、どんなものをね、どういうふうに買ったのかっていうのを、順を追ってお話ししていきたいと思います。ローライ3号。ローライ3号ですね。エリザベス女王も使っているというローライ3号でございます。まあ若い頃結構このカメラ憧れていて、で、欲しいなと思ってたんですけど、結構当時このカメラだいたい5、6万ぐらいしたのかな？結構したんですよね。まあ、値段もね、今だったら少しこなれてきていて、特にメルカリってちょっと安く買えたりするんで、まあ状態も良し悪しあると思うんですけど、見つけたんでね、買っちゃいました。こういう感じで。伸ばして使う感じの、目測のカメラになるんですけど、レンズがね、テッサーの 3.5、40mm。結構 40mm とか中途半端な画角が好きで、これは結構ね、気に入ってます。買ったのが 23,400円。結構安いですよね。ただちょっとまあ、古いカメラなんで、シャッターの粘りがあるのかな？低速がちょっと出ない。30分の1ぐらいから下はちょっと難しい感じなんですね。だからもっぱら、例えば釣り行った時とかですね、ちょっと外のいい感じの風景とかを撮るときに使ってます。もともと目測のカメラなので、基本的には、まあ、絞って撮るようなイメージなので、あんまり暗いところで低速で使うっていうイメージのカメラじゃないのかもしれないなと思って、このままの状態でね、使ってます。で、修理に出せば、こういった機械式のカメラっていうのは、メンテでね、良くなったりするんですよね。部品が手に入れば、まあ、シャッターとかも直せるんじゃないかなと思うんですけど、出すところによってはだいぶ期間がかかったりとか、調べてみたらね、一番安いところでも、まあ、1万円ぐらいから、高いと3万円ぐらい、それぐらい修理がかかるみたいだったんで、手元に置いとけなくなるのはもったいないなと思って、このままの状態で使ってます。オリンパス3号 SP。はい。で、このオリンパス3号 ST はレンジファインダーのカメラになりますね。単焦点で、焦点距離42ミリで、F 値が 1.7 の単焦点のね、レンジファインダーっていうちょっと独特な作りのカメラになってます。で、これかなり気に入っていて、作りもクラシカルで、しかも、まあコンパクトな作り。で、単焦点、中途半端な42ミリ。うん。開放も明るい。いや、このカメラは相当状態も良くて、いい買い物をしたなっていう感じですね。お値段が 23,800円でした。という感じで、まだね、そんなに買って1年ぐらいはするんですけど、フィルム何本かしか撮ってなくって、全然使い込んでる感じではないんですが、まあ何か作品作ったりね、するときにはもう使っていきたいなと思ってるカメラになります。ロモグラフィー。ロモの LCA というカメラになるんですけれども、これゾーンフォーカスって言って、ここでこう、下にこう、あって、これでレンズが開いて、ここですね。こういう感じで開けてあげて、で、サイドにあるレバーで、ゾーンを自分で決めていくんですよね。で、無限と3メーター、1.5、0.8 っていう風にあるんですけど、まあ、これで自分でざっくりフォーカスを決めてあげて、まあ、露出もね、O とか、まあ、自分で選べるみたいな感じになってるんですけど、手に収まるようなすごいちっちゃいトイカメラの部類になるんですけどね。昔ね、流行ったんですよね、ロモ。当時これ2万5000とか、高いと3、4万ぐらいしてたような気がします。記憶曖昧なんですけど。結構高くて人気はあったんですけど、当時ね、若い頃お金なかったんで、まあ、おいそれとこういうものをポンポンとは買えなかったわけですよね。で、これがメルカリでなんと9000円で。で、状態も結構これ良くて、普通に撮ってみたんですけど、まあ、全然、まあ、使えるぞっていうような感じですね。ただ僕こう35ミリから上、40ミリとか、微妙な画角が好きなんで、この子ね、多分28ミリとか広角目なんですよね。なんで、ちょっとね、一回使って、ちょっと出番お休みっていう感じになってます。気楽にお散歩がてら、こう写真撮り行くみたいな時には、結構いい感じのカメラなんじゃないでしょうか。ヤシカ 35MF。
はい、ヤシカ 35MF というカメラなんですが、画角が 38mm で絞りが 2.8 の単焦点のカメラで、一応これもゾーンフォーカスになってますね。同じ、なんかゾーンもちょっと見えないと思うんですけど、山とか人とかこう書いてあって、そこに合わせて撮るみたいな、ちょっと可愛い感じの作りになってます。でこれ実はちょっと失敗で、オートなんですよね。でオートで露出が決まるんで、電子系がちょっとね調子悪いっぽくって、使ってみたんですけどフィルム全部ダメでした全部ダメだった。見た目は僕この1年で買ったフィルムカメラの中では一番気に入ってるカメラなんですけど、いやーこれはねダメだったんですよね。ここを押しながら引き上げてあげると、内蔵ストロボがついてる感じですね。内蔵ストロボついてて、フォーカスはまあゾーンでもまあいいかと。これで、まあ単焦点 38mm、ニッパチのカメラだったら、まあ結構これはいいぞと思って、飛びついて買って使っては見たものの、この子はちょっと残念ながらダメだった。で、購入価格がこれ5400円とかだったんで、返品とかしないでこのまま手元に残してます。可愛いからね、すごい気に入ってるんですけど、残念なカメラでした。うん。だから電子系の露出とかがついてるカメラは気をつけて買わないとダメかもしれないですね。全部機械式のカメラは修理でもなんとかなるっていうのがあるんですけど、電子系はね結構直せないことが多いんですよね。うん、惜しい、実に惜しい。フラッシュフジカ AF で、このヤシカがダメでいろいろ調べてたら、似たようなスペックのもので、富士から出てるね、単焦点 AF で、フラッシュ内蔵の、ちょっとクラシカルなデザインのカメラっていうのが見つかって、これがフラッシュ富士か AF というものになりますね。で、このカメラは 38mm の、まあ、ニッパチなんですよ。なんで、まあ、画角も一緒だし、これはええかなと思って買ったんですが、この機種から後ろのカメラ、まだテスト撮影が追いついてなくて、全然写真が撮れてません。去年の年末ぐらいに買って、全然ちょっとね、まあ、仕事がバタバタしてたりとか、それから、ま、いろいろね、写真撮りいけないような状況になってしまって、この子はね、まだ活躍してないところなんですけど、まあ、見た目もね、ヤシカにはちょっと劣るんですけど、このクラシックな感じが結構僕気に入っていて、このカメラは、その出品者さんが、サンプルのモノクロのネガを一コマこうつけてくれて、これで撮ってこういう風に試写してちゃんと撮れてますっていうのを証明してくれてるんですよね。多分これテストできてないんですけど、ちゃんと使えるんじゃないかなと思っております。オリンパスペン S。 はい、オリンパスペン S、 これ僕がカメラとして一番気に入っているカメラで、お散歩とかね行く時にこうよく下げて使ってるカメラになります。これめちゃちっちゃいんですよ。で、ちっちゃい上に、絞りはニッパチ、画角 30mm かな。ハーフサイズのカメラになるので、構えると縦の写真になるカメラですね。なんとですね、絞りは目測で、ここが、わかるかな。ここがですね、ピントになっていて、ピント位置をここで合わせて、で、この内側に、この、絞りが、あ、これ硬いな。そうそうそう。ここで絞りがここで変わって、うん。で、例えば5メーターとか合わせて、撮ると。なんで、勘でやんなきゃいけない。一番最初に出てきたローライ3号と同じで目測のカメラになります。目測のカメラは大体絞って撮る感じになるんで、まあ、全然ね、晴れた日の外とかでスナップするのには、すごくね、使い勝手のいいカメラになります。で、ハーフカメラなんで、例えば36枚撮りのフィルムを入れると、まあ、72カット撮れるってことなんですよね。だから、写真撮って、映像を出して、データにしてもらって、ネットに上げるみたいな、そういう用途には、結構これ適してるカメラなんじゃないかなと思います。結構ね、フィルムカメラってフィルム代がかかっちゃうのがネックだったりするんですけど、これならね、倍撮れるんで、結構お得なんじゃないかなと思います。で、このカメラ僕もともと1台持ってて、結構気に入って使ってたんですけど、メルカリでいろいろカメラ探してたら、3980円。これ3980円ですよ。もともと僕がペン S 買ったのが1万5000円ぐらいだったんで、これ安いなと思って、もう一台買っちゃいました。で、もう一台買った理由としては、まあ気に入ってるカメラなんでスペアになるかなっていうところと、あとはフィルムの種類を変えてあげて、例えば1個はカラーにして、1個はモノクロにしようみたいな、そういう使い方ができるかなと思って買っちゃいました。っていうのはまあ言い訳で、まあ欲しかったんです。はい。
オリンパスペン FT。 はい、でさっき言ったオリンパスペンのこれは一眼タイプになりますね。レンズ変えられるんで、これいろんなレンズつくと思うんですけど、今ついてるのは 38mm の縁 1.8 っていう随行のレンズになります。これ一眼なので、さっき紹介したオリンパスペン S の目測の部分がきちんとファインダーがついてて、こうピントが合わせられるっていうことですね。ファインダーはちょっと暗めっていうことで使いづらいよっていう噂はあったんですけど、何せまだフィルムを通してないんで、これが使いいか悪いかちょっとわからんというところなんですけど、オリンパスペンね、さっきも言ったようにハーフサイズのカメラになるんで、まあ倍撮れるんですよね。なんでこれ結構ちゃんとぼかして撮ったりとか、目測だとどうしても絞ってこうピントをね、被写界深度を深くして撮るっていう使い方になってくるんですけど、こっちはあの F 値が明るいのを活かした撮影ができるんじゃないかなと思いますね。これちょっといいでしょ。価格は 21,900 円でした。多分これ相場ぐらいなのかな。まあ2万円で手に入るカメラとしては、なかなかこれは使い手がいいんじゃないかなと思っております。まだ使ってないですけど、ニコン UFM2。 はい、これはもう定番のカメラですね。これ僕昔使ってて、黒とねシルバーを持ってたんですよ。でその後にニコンの F3 ですねを買って、で結構写真撮ってたんですけど、まあ、仕事を始めるようになった時に F5 を買ったのかな。でその時にですね、いろいろとこう機材をズームレンズ買うとか、機材を入れ替えする時にお金が足りなくて、これ全部売却しちゃったんですよ。フィルムカメラ今こう見てきたように、いろいろ目測の趣味っぽいって言っていいのかな、目測のカメラとかトイカメラとかいろいろこう買ってたんですけど、せっかくフィルムやるならちゃんと撮れる環境をちょっと持っておきたいなと思って、でも F3 はちょっとね高かったんですよ。 F3 はちょっと高かったんで、お手頃価格の FM2 を見つけたので買っちゃいました。メルカリで買った価格は35,000円。いや35,000円でレンズ付きですよ。これは 50mm の 1.4、 一番ね、あの使い出のいい使いやすい焦点距離と、 F 値も 1.4 なんで、なかなかね、これで幅広くいろんな写真が撮れる感じですよね。うん、 50mm 結構好きで、人によっては狭いとか35とか、まあ 28mm とか好きっていう人、まあ、それぞれ好みがあると思うんですけど、僕は結構この 50mm とかちょっと狭めが好きなんで、特にこれでレンズをこう買い足すっていう感じじゃなくて、まあ、これ1台でいろいろ撮れるんじゃないかなと思ってます。これもまだ試写してないんですけど、多分これは映るんじゃないかな。 FM2 は全部機械式なんですよね。で唯一露出系が電池使ってるんですけど、なんで最悪露出がちょっと壊れてるってことはあるかもしれないんですが、まあ、露出はまあなんとなく勘でこういけるんで、まあとりあえずね、シャッターが降りて絞りとかシャッタースピードがちゃんと動いてくれたら、まあ、問題ないかなと思っております。オリンパスミュー。はい、で最後になるんですけど、これが、オリンパスが出してた単焦点のコンパクトカメラになります。オリンパスミューというカメラで、ミューの後にミュー2っていうカメラが出ていて、その初代の方になるんですけれども、 35mm で F 値が 3.5 っていうカメラになります。ミュー2の方が開放がニッパチになるんですよね。当時単焦点ニッパチのコンパクトって言うと結構高かったんですよ。で今でも中古でコンタックスの T3 とか高級コンパクトっていうのが結構流行ってると思うんですけど、すごい高いですよね。10万とかするんじゃないかな。でさっき機械式のカメラは直せるよって言ったんですけど、これはもう全部フルオートなんで、壊れてるとほぼ直せないようなカメラの部類ですね。なんでこういう壊れたら直せないようなカメラに、まあ、10万とかちょっと使えないなっていう感じだったんですけど、このオリンパスミューは結構まあ評判も良くて、価格もこなれててですね、メルカリで買った金額が 14,000 円でした。これはね、ちっちゃいんでフィルム通して常時持ち歩いてね、こう撮ってるところであるんですが、買ったのがね、もうつい最近なんで、これもね、まだ全然フィルムあとまだ残ってるような感じですね。まあ、なんせ出歩かなくなっちゃったんで、全然写真が撮れてないっていうのはあるんですけど、でも日常のなんかちょっと見つけたものとか、これでまあ、撮るようにしてて、こう閉じてあげればもうこのままスポッてポケットに入れることができて、で撮るときはこれをスッとスライドしてあげるとレンズが出てきて、このまま撮れるっていうような感じですね。まあ、今日9種類カメラを紹介してきたんですけど、これからもしねフィルムカメラを試してみたいという人には、こういうコンパクトのカメラってのはすごくおすすめで、フィルム入れて押せば映るみたいな、ピントも合わさなくていいし、画角だけね自分でこう決めてあげて
まあ、シャッター切るだけっていう簡単な感じでどんどん写真を撮っていける感覚っていうのはかなり楽しいですね。なんでこの、まあ、コンパクト系のカメラ、僕は結構おすすめしたいなと思います。はい、そういう感じで今日は僕がメルカリで買ったフィルムカメラ9種類を紹介させてもらったんですけれども、まあ、基本的にはですね、中古のカメラとか機材を買うときは基本的にはもう中古のお店に行って商品をきちんと状態確認してから買うっていう方がいいと思います。いいと思うんですけど、今ね、なかなかお店に行って買うとか、そういうことが難しい環境になってきてしまっているので、まあ、メルカリとかね、まあ、ヤフオクとかそういったサービスを使って、しかもね、市場価格よりも少し安くカメラが手に入るっていうのが、事前にカメラの状態を確認できない分、少し安く手に入るっていうのは、かなり魅力的なんじゃないかなと感じてまして、メルカリでいろいろ買ってみた感想としては、そんなに外れは引かないなっていうような印象ですね。で、出品自社の人の評価とかカメラのその概要の説明文とかを見ていくと、どういった感じなのかなっていうのはそこで想像ができると思うんですけど、いわゆるカメラ屋さんみたいなのが出しているのはヤシカの 35MF っていうこの露出系がちょっとダメだったやつ、これね多分カメラ屋さんっぽい感じだったんですよね。カメラ屋さんだから大丈夫かなと思ったんですけど、案外そうでもなくって、それぞれみんな個別にこう個人で出しているものの方が逆に安心なのかなっていう。カメラ屋さんって多分仕入れて中古で買い取ったものをこう流してるような感じだと思うんですよね。なんでどういう状態かっていうのは、やっぱフィルムカメラってフィルム通して使ってみないと何とも言えない部分っていうのはどうしてもあると思うんですよ。で、中古のカメラ屋さんってカメラを買ってでフィルムを通してやってみるっていうことはなかなか少ないと思うので、もしねそれで壊れてたら、まあ例えば修理とか交換とか返品の対応っていうのがあると思うんですけど、なかなかこのネットのサービスでそういうのをやるっていうのはむしろちょっとめんどくさいなって思っちゃう部分もあるん で、逆に人がこう使ってたカメラっていうのはこの前まで使ってたんでっていうのがあると、まあその対どういうメンテナンス状況とかはちょっとわからないんですけど、少なくとも映るぞっていうのはわかるので、そういうのを逆にね個人の方が出品してるっていう雰囲気のものの方が安心なのかなっていうふうに感じてるところはあるんですけど、まあ実際ね買って届いてみて使ってみないことにはそれが当たりか外れかっていうのはわからないので、僕は結構この当たり外れどっちかなっていうのがドキドキする感じは、まあ、結構好きなんですけどね。まあ根はギャンブラーなんで。はい、というわけで今回は珍しく、カメラの話をしてみました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。